懐いていらっしゃる方もいらっしゃるようでございますが、それぞれ自己紹介からいただきたいと思いますので、この体型のままいっちゃっていいですか。もちろんじゃ、はい、直しもしながらいきたいと思いますが、まずは皆様ご紹介させていただきましょう。信州上田おもてなし武将隊真田幸村様。サモンさん、皆様こんにちは。信州上田おもてなし武将隊、そして私が日の本一のつわもの真田左衛門之助幸村じゃ。拍手が少ないもん。ありがとうございます。さすがかっこよく決まりました幸村様。本日ここ名古屋にお迎えいたしました。明日がいよいよ天下一決定戦ということでございますが、はい、それに対しての意気込みはいかようでございますでしょうか。まあなんと言いますか、我ら武将隊におきましては出ただけで儲け者という状態でございまして、やはりのこれはやはりもう強敵でございますゆえ、まあ言ってしまえば高校のインターハイ 100m に小学3年生が出るようなもんで、ウサインボルトが出るようなもんでございますし、まあ我らが楽しんで、もちろん見ていただいたら楽しんでいただいて、それだけでございます。よろしくお願いいたします。よありがとうございます。謙遜なさっておりましたが、このあたりは明日にならないとわからないところ、見どころたっぷりお送りいたします。お楽しみください。それでは続いて、長くて歴史トラベラーズ徳川家康様。みなもの、こんにちは。よし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 。いやー、このクロストーク、わしらな、武将にそんなに面白いこと求めてもな、もうどんどん最近ハードルな上がってきとるんじゃないの、この方の。大丈夫じゃの。もう、わしのハートを押しつぶされそうじゃ。まあ、その、しかしな、みなの期待に応えるためにも、精一杯頑張っていこうと思ってある。よろしくどうも。明日の天下一決定戦より、本日のこのコラボレーショントークが一番心に引っかかっているようでございますが、明日に関する意気込みもここでご披露いただきたいと思います。そうだな、やはり今回の天下一決定戦、わしら呼んでいただいただけでも光栄なことで、この大舞台に立たせていただけるだけでもわしらも心の底から嬉しいと思っておる。しかしやはりせっかく出るなら狙うは一番じゃ。わしら出るからにはこの天下一決定戦で天下統一するでな、皆の者しかと見とけよ。熱い心意気ご披露いただきました。それでは続いて、名古屋おもてなし武将隊織田信長様。お主違うんだ。わしは名古屋おもてなし武将隊もう大丈夫じゃん。まだ汗出とらんでな。織田信長じゃ、よろしく。おー、ありがとうさんじゃ。さあ、この度だからまだ全然汗出とらんのじゃな。この度、まあ、天下一ということで、先ほども言ったけども、我ら名古屋おもてなし武将隊は勝つんではなくて負けられないということだ。これお主ら、橋が喋っとるんじゃぞ。今のは完全にこいつのせいですよ。橋は何もしとらんです。楽しそうな顔しやがって。いや、久しぶりの親方様の下で。そうじゃな、嬉しいわ、わしも。先ほど言ったけども、わしらは負けられんちゅうことじゃ。ええー、な。そして子供たちは謙遜しとるけども、中には必ずな、ふつふつとしたこの熱い魂をみなぎっておると、わしは確信しとる。さて、わしらの熱いな魂と、そちらの熱い魂がぶつかり合うことこそが、これ、こたびのな、天下一をやる一番の意味だとわしは考えとるゆえ、思う存分、ぶつかり合おうな。お明日来るもの。おお、中田さん。明日来ないもの。おい、立ち持って、やるわ。正直者じゃん。そういうことじゃな。ありがとうございます。なんと明日のチケットに関してはもう即完売だったらしく、行きたくても行けない方が多いようでございます。ちなみに殿、こちらの方のご紹介、あ、そうじゃ、信長様にしていただいてよろしいでしょうか。名古屋おもてなし武将隊森長吉に。違うわ、拍手するな。明日からは11人で行う。ありがたき幸せにござります。
もうこの場限りの特別なコラボレーションということでいきたいと思いますが、家康様頑張らないと。そうじゃない、取られてしまってはいけませんから。なんか長吉をこう引き戻すための戦いみたいにわし嫌じゃんけど長吉取られた後じゃない。うまいこと言ってるけどうまいことないからな。うまいことないからな。ではこの後なんですけれども、皆さんコラボレーションで何をするか、実はこちらに上がっていただいた武将隊の皆様方あまりよく分かりません。先ほどお客様にもお伝えしたんですけれども、先ほどいらっしゃったお客様はああ分かった分かったって言われると思うんですが、お客様にも内容は秘密でございました。なんとですね、なんとですね、明日天下一を決めます。その前日ということですから、ちょっと天下一決定戦円の前哨戦ということで一つゲームで戦っていただいて、はい、ここでまずは一番を決めていきたいと思います。信長様、家康殿を叩きのめしてください。あ、承知。もう完全に名古屋を持ってる。これはもう家康様、このゲームで勝つしかないですね。そうじゃな。今勝ったら堂々と。な、展開天下統一する言うとって、ここで負けとったらなんか恥ずかしいからな、わし。そうじゃな。そういうことでございます。それでは皆さん、一番と長吉様をかけての戦いになります。勝ちました。あ、違いました。いやじゃそれは雪村関係ないからな。楽しいもの見せていただいて。いやいやいや、お主も出演者モテるのわし。ではもとい、いきます。おー、行こう。ゲームを行いますが、なんとこのゲームはですね、いくつかあります。いくつかあって、それぞれ披露していただいた後お客様に審査員になっていただきまして、誰が一番良かったかということを判定してもらいます。で、その拍手の大きさをですね、私どもスタッフが5段階評価で点数をつけさせていただいて、そしてその点数の高い方が1番ということで決めさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。それではまずは第1問、こちらのゲームでいきたいと思います。決め台詞対決、戦に勝った時の一言ということで皆さんにご披露いただきたいと思います。もう武将の皆様方ですからね、家臣のいい働きに対して熱い一言送っていただいているかと思いますが、明日のこの戦いに勝った時、あなたなら家臣にどのような言葉をかけますか。もしくはお客様に、家臣にじゃなくていいです。家臣にじゃなくて、例えばなんですけれども、はい、あの自分の喜びを爆発していただいてもいいですし、家臣に向けてでもいいですし、お客様に対してでもいいですし、好きなシチュエーションでお考えいただいて。わしらもうちょっとこうなんかひねったもの来るかと思ったら結構普通じゃな、問題がな。どうか、ちょっと素の顔も見れそうですね。トンチが必要です。それではお三方、そろそろ心の準備はよろしいでしょうか。いいですか。え、雪村さんから、ここでこうやって言うのか。そうですよ、ここで、こういうことか。ここで発表していただくんです。もう家康様のこのドキドキ顔が可愛らしくたまりませんが、お前はそうか、私がトップバッターってことですか。お願いいたします。お願いいたします。雪村様に名古屋に来ていただいて大変恐縮なんですが、トップバッターということでお願いいたします。では、そろそろまとまりましたでしょうか。まとまりました。まとまりましたというお言葉いただきましたので参りたいと思います。雪村様の戦いに勝った時の一言。もしここで戦いが終わった時に一言でございます。セントレア取ったぞだけれども、雪村様なら許せる、そんな感じがいたします。それでは家康様よろしいですか。マジか、はい、なんでここで笑いが起きるんだ。いや、どうし血の毛が引いとるぞ。大丈夫大丈夫じゃん。では、参りたいと思います。よし、家康様の戦いに勝った時の一言。わしが戦に勝った時の一言、分かっとるな、もう一緒に行こう。わし一人やめて、行くぞ。せーの、甲冑最高。これをダメ言われたら、わし明日からエッグどうしたらいいんじゃ。
それは否定してほしくなかった。お客様にも助けていただいてありがとうございます。ではいよいよ信長様の出番となります。それでは参ります。信長様の戦いに勝った時の一言。お主ら、この勝利に満足するな。天下不武はまだまだじゃ。はは。今どこまでか。愛党じゃん。母までか。母までじゃ。母までか。もう素晴らしい。微妙な人間関係です。仲良し様の働きが大きいですね。大きいぞこれは。さあ、ここからはお客様の出番でございます。お客様に判定をしていただきたいと思います。お三方のどの一言が心に響いたか、一番良かったと思われる方に大きな拍手をお願いいたします。まずは雪村様の一言が良かったと思われる方。あ、大きいですね。はい、5段階評価のいい点がつくでしょう。続いては家康様の一言が良かったと思われる方。ちょっと、あ、でももう まあ、人の大きさがすごいですね。そう、一人だけ折っただけでもよかった。一人以上折っただけでよかった。続いて信長様の一言が良かったと思われる方。おお、ありがとうございます。おー、素晴らしい。この味方にございます。はい、ありがとうございます。皆様方の判定をいただきましたが、後ほど発表させていただくことにいたしまして、続いての問題に行きたいと思います。続いてはこちらです。同じく決め台詞対決、姫を誘う時の一言。武将たるとも、ね、夜はやはり変身するかもしれませんし、ちょっと可愛い女の子を見かけた時には。武将さん、振り方がもうなんか言いづらくなってくるじゃん。振り方が卑猥なんだよ。桃色トークじゃん。楽しい楽しい。この辺はもう全てアドリブでお任せされておりますので、もう今ちょっと気に入った女の子がいたなという、その女性に語りかけていただいても結構でございます。ハードル上げるのやめてください。ちゃんと行こう、ちゃんと行こう、ちゃんと行こう。それでは心の内に決めていただきましたか。よろしゅうございますか。雪村様でございます。では雪村様から順に参りたいと思いますが、皆様にお聞きいただきます。雪村様の姫を誘う時の一言。共に三つの川を渡らぬか。一人死ぬか。長い未来まで話を。ありがとうございます。では続いて家康様参りたいと思いますが、一番苦手な分野かもしれませんね。家康様大丈夫ですか。綺麗な女子に語りかけるようにお願いしたいと思います。家康様の姫を誘う一言。わしと共に汗を流さぬか。どういうことどういうことだよこれ。いやいや、なんで聞いたことない。誰だ。どういう評価じゃこれ。どういう評価じゃ。隕石なんだ。叱るべき方が言えば。自爆した自爆。叱るべきよ。立てたという方。立てた。家康様のその雰囲気にピタッとこの SE ハマったようでございます。そうじゃな。それではいよいよ信長様でございます。信長様の姫を誘う一言。わしについてこい。後悔はさせぬ。親方様、代わりに私が。おいおい、もうそっちの手はない。どこまでが回答じゃなきゃいいか。長吉も含まれとるぞ。今私よく頑張ったじゃろ。どうだろう。そのショボさんのフォロー中だ。以上、お三方に姫を誘う時の一言を聞いてもらいました。いよいよここからは会場の皆様の判定となります。先ほどと同じく一番良かったと思う方に大きな拍手をお願いいたします。それではまずは雪村様の一言が一番良かったと思う方。温かい拍手がありがとうございます。続いて家康様の一言が一番良かったと思われる方。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。大事にせよ、大事にせよ。もう私顔覚えたから、ありがとう。熱狂的なファン。さあ、では続いて信長様の一言が良かったと思われる方。
おお、ありがとうさん、ありがとう。おー、第2問目も、ね、信長様綺麗に決めていただいたという感があるようでございますが、一回一回決まるのきついな、ね、総合的に決めてほしい。じゃあ次で頑張っていただきましょう。次で、次やりますから。よし、次フリーシチュエーションのはっ、決め顔でいきたいと思います。決め顔、顔、決め言葉、今までね、いただきましたが、今度は決め顔、ね、家康様、ここ挽回しないと。何のためにマイクつけとんじゃん、これ決め顔、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 決め顔、どんな時でもいいんです。フリーと書いてありますから、自分が一番得意な決め顔、決め顔、どんなシチュエーションの時にこの顔をするのかという説明も含めてお願いしたいと思います。難しいの、難しい、いいでしょうか。ん、雪村さん、全然良くない、全然良くない。おぉ、そうじゃない、いいでしょうかっていうのは、シチュエーションがあって、うん、なおかつここで顔でございます。顔で、なるほどな。あ、シチュエーション考えなかった。そういうことでございます。シチュエーションか、これはあれですね、ありました、ありました、シチュエーション、ありました。それではありましたという言葉が出ましたので、順にご披露いただきたいと思います。まずは雪村様のフリーの決め顔とは。上田城におきまして、観光客の方々にいつもやっている掛け声でございます。真田重勇士でいきます。真田重勇士。おお、え、こんな顔見せられたらな、ため息とも取れるような声がおーっとこの辺りからかかってきておりました。雪村様、ありがとうございます。決め顔ご披露いただきました。では続いて信長様、まだですから大丈夫ですよ、まだですから大丈夫。まず家康様からいきたいと思います。あ、こういうことでいいのか。そうでございます、決め顔です。一番かっこよく見えるその顔を見せていただきたいと思います。それでは参りましょう。家康様のフリーな決め顔とは。まずシチュエーションはな。いいか、はいよ、はいよ、はいよ、いいやすこ、はいよ、しろよ、これ言うたりやすこの仕打ち。わしこんなことセールするためにセントレ来たんじゃないぞ。発注最高言いに来たんじゃん、今日わしは。いや、もう一回、もう一回、もう一回。それではよろしいでしょうか、仕切りの本心です。改めて次は間を置かずにお願いします。パッと言ってしまった方がいい。パッと言った方がいいじゃん、怖がるな。では参ります。家康様のフリーな決め顔とは。普段あまりこいつ好きじゃないなってやつが目の前で派手にこけた時の顔。どんな悪いやつ。後ろでこけたことな。タタタタドターン。ただ悪い方の家康様が出てきましたね。持ち時間いっぱいでございます。では次に行きたいと思います。続いて信長様、よろしくございますでしょうか。では皆様ご注目ください。信長様のフリーな決め顔とは。名古屋城にて小さいお子がおった時の決め顔じゃ。おお主かわいいの。今シャッター立ち、シャッター、シャッター。また噛んだ。おい、ほらほら、ちゃんとお主がフォローせえぞ。俺な、わし偉い勇気いったんだぞ。こうじゃぞ、お主ら。わしこんな顔すげえからな。フリーがやばいよ。皆様、普段は見れない武将隊の皆様のお姿ご覧いただけたかと思います。さあ、ではこの決め顔ですね、それぞれ一番良かったと思う方に大きな拍手をお願いしたいと思います。まずは雪村様の決め顔が良かったと思われる方、大きいですね。さあ、続いて家康様の決め顔が良かったと思われる方、特に前の方ありがとう。では後ろもちょっとありがとう。ちょっと続いて信長様の決め顔が良かったと思われる方。まあまあだったな。ということで、ここまで3つのゲームで戦ってまいりましたが、
私どものスタッフがですね、お客様の拍手をいただいて、これなんかカチャ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 、ちょっと一応の会みたいな点数をつけさせていただきました。はい、では発表させていただいて、まずですね、雪村様が最初4点、2回目4点、そして3回目が5点ということで、すごいですね、5段階評価の5が5段階評価なんだな。そうです、通知表で言えば4と5の優秀な生徒さんということで13点ここまで取っております。そして家康様が1回目1点、2回目1点、3回目3点ということで計5点でございます。最後は1点にしといてくれよ、そしたらなんか嫌じゃ中途半端で。確かに。続いて信長様です。信長様1回目、5点、2回目、5点、そして3回目3点ということで、こちらも13点。これは、まあまあ、真田様と信長様今同点ということですね。13点ということですね。そして家康様5点ですから、開きは8ポイントでございます。まだ分からんな。1ポイント大きいですね。どうしましょう、次もう最後にしたいんですけれども、よし10ポイント、このまま、あ、10ポイント お客様いいですか、10ポイントで、あ、おー、温かい拍手をいただきましたので、では次のゲームは10ポイントということで行わせていただきたいと思います。さあ、そのゲームはこちらです。続いてはあいうえお作文で戦っていただきたいと思います。あいうえお作文、本日のお題は戦と決めさせていただきましたので、例えばですね、戦のい、いつも、戦の苦、苦労している人に、戦のさ、幸あれというような形で、綺麗な文章をですね、決めていただきたいと思いますが、私も参加してとのことに、森様のなんで私持っとるんじゃその森様の活躍が素晴らしいということで、森様枠ができたようでございます。ではこの4名様にちょっと考えていただいて、これいっぺんに見せるのか、順番にいきたいと思います。順番に、はい、順番に参りましょう。もうお客様の方から考えている姿もかっこいいという声も上がっているようでございますが、雪村様全然ひらめいてないみたいですね。真っ白、信長様が今ちょっと早いでしょうか。あ、家康様もスラスラと書き始めた模様でございます。まだ皆様に見せないでくださいね。秘密にして、それぞれ武将の皆様方の素敵なコメント、いい空さ、あいうえお作文いただきたいと思っております。この後皆様方に判定していただきますが、その判定は10ポイントということでございますので、今広がっている8ポイントも家康様がもし1番に輝けば逆転劇が起こるということでございます。そして森様もここに来ての参加となりましたので、森様が1番になればこれもまたいい戦いが期待できることでしょう。わしが1番になった暁にはこの信長様に転生、わしが接吻したる私は接吻したるとか、そんな私的な心情も挟みながら、それぞれの皆様が出来上がったようですか。はい、ではペンの方スタッフがいただきました。これ前もやったのか、その前の時間も。そうなんです、やりましたね、お客様やりました。なかなか良かったですね、お客様第1部でもやりましたので、お客様の判定としては、あの知ってる方は1部の時が基準になりますので、身内用の臭いセリフが寒すぎる。ああ、なるほどな。あ、これうまいこと言っとる、これ。そうじゃな、うまいこと言っとる、そして絵がうまい。あ、いや、そういうところも通ってなかったんですね、失礼いたしました。バレバレじゃないです、それじゃなくてご自身の書いたものでお願いしたいと思います。はい、それではよろしいでしょうか、順にご披露いただきたいと思います。まずはあいうえお作文、雪村様の戦とは。いい国作ろう、真田雪村。いきなりすご
やいやいや、藩主が起きました。作ったな。なるほど。枕幕府かと思ったけどな。1192かと思いましたが、雪村様のあゆえお作文でした。では続いて家康様、前の方ご準備をいただきまして。これに優勝かかっとるからな、わし。あゆえお作文、家康様の戦とは。まず戦のい、いまいちじゃそれと言われたとき、戦のく、苦し紛れに、戦のさ、さあねというあれ、まあそうなるわな、うん、厳しくないか、厳しいな、お主に対しては厳しい、そういうことか。なんかでは、いろいろと思うところは終わりかと思いますが、次に行きたいと思います。続いては信長様、お願いいたします。これ一発で見せん方がいいのか、いいとか行くとかさとか言った方がいいのか。いえ、見せていただいても、はい、どちらでも大丈夫です。はい、それでは信、よろしいですか。はい、あいうえお作文、信長様の戦とは。い、今川義元の首、首を取った男こそ、さあ最強の男、織田信長。よ、拍手。おお、ありがとうさ。さすがにございます。こちらも綺麗に決めていただきました。それでは、このゲームだけの参加となりました。本日大活躍の長吉様、では長吉様にも聞いていきたいと思いますが、あいうえお作文、長吉様の戦とは。家康殿、苦し紛れにさあねという今これ出してから、おい、おい、あー、これはうまいわ。家康殿が言うてからとっさに書き換えましたって本当は最高にしとったんだけど、ああ、最高じゃないからな。そうか、最高じゃないから。どっちに所属する人かわからない発言も飛び出したようでございますが、これは家康様にも頑張っていただかないと。そうだな、ね、長吉様の処遇がこれまたどうなるか、厳しいものがありますから。10人か11人か、えらい違いある。いや、わし、それこそわしら4人か5人かみたいな。そちらの方が死活問題だもんね。それでは少々の事情がありますが、そのあたりも組んでいただいて、お客様に聞いてみたいと思います。判定です。まずは雪村様の戦が良かったと思われる方、大きな拍手を。大きいです。続いて家康様の戦が良かったと思われる方。とうとう悪くなったぞ。あれ、おい、おいしい、どうしたんだ。カメラいいから、カメラいいから、あ、手叩き、おい、おかしいだろ。さあ続いて信長様の戦が良かった方。おお、ありがとうさん。やはりでは、これは分からんくなってきたな。戦が良かったと思われる方。おお、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 あ、そっち、そっち、あ、うまい、うまい、代わりに早っ。親方様のわしと2つ足していただいて、もうこちらのポイントということにさせていただきましょう。ということでよろしいですか、お客様、よろしいですか。では勝者は織田信長様。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。そりゃそうだよ。それでは、明日に向けての前哨戦で勝利を飾った織田信長様。なんか痛々しいステージになったの、これ。あなたは大丈夫か。今私ドキドキしております。明日メンズホールおらんかもしれません。メンズホールおらんかもしれない。中境が起きてる。それでは新たな PR をお願いしたいと思います。勝った方に PR です。え、勝った方が、わしが、わしか。まあ、こたびはな、よく集まってくれてありがとうさんじゃった、我ら名古屋渡る支部招待は、まあ、こたびのこの天下一、本当に、なんじゃろうな、こう、言葉でうまく言い表すことができんけども、まあ、真の心で、誠にこれ、向き合った、鍛錬を積んできた。だって、これは、あくまでも結果が出るものだけども、我ら10名で
まあ明日もしかしたら11名になっとるかもしれんけど、なあ10名もしくは11名で必ず天下を取ろうと、これ意気込んどるゆえ、あの主ら応援してくれな、ありがとうさんじゃった。そしてさらにはこたびずっとこいつが汗を拭いといてくれてるこのタオル、なかなか10名揃った、あ、7体揃ったタオルっていうのはないんじゃな。なのでこれも一度手にしておくと、これも二度と作らんでな。おお、ありがとうさん、もう買っとる、買っとるもの。おーおー、じゃあ明日はこうやって頼むぞ、なあ盛り上げてまいろうな。この度ありがとうさんじゃった、ありがとうございます。ありがとうございました。この後仲間割れが起きないように祈るばかりでございますが、この時間は信州上田おもてなし隊、真田幸村様、長久手歴史トラベラーズ家康様、名古屋おもてなし武将隊信長様、そしてどちらにつくか分かりません森長吉様にご登場いただきました。ありがとうさんじゃった、ありがとう、あらばじゃわしが行こうと思って。